仙道平良門愛知県における仙道平良門の一仙道平良門は愛知県愛妻した津田町福原にある木曽川と長良川の間をつなぐ公門である。もともと木曽川、長良川、伊比川のいわゆる木曽三線は下流部では合流しており、そのために洪水など災害が絶えなかった。そこで三河分流工事を明治時代に入って行うこととなったが、 それに伴いかつては、木曽川から長良川の対岸まで行けたものが、わざわざ川口地域まで迂回する必要が生じることになり、当時は橋もほとんどなかったため物資輸送などの面で支障が出ることが予想された。そのため、木曽三線分流工事が開始された1892年の2年後に、当たる1894年に木曽川と長良川の間をつなぐ水路の建設が決定。 1899年に着工、1902年に完成した。当時両河川の水面の高低差が約1メートルあったこともあり、肛門によりその調整を行うことにした。肛門の長さは約36メートル、幅は約5メートル半。工費は154,836円11,000 完成した当時は年間約2万隻の船の通過があったというが、その後は基礎参線の架橋などによる物流の変化などによって減少し、現在では年間200隻余り、それも漁船やレジャーボートなどがほとんどとなっている。1994年にはそれまでの手動から電動への近代化、改修工事が行われた。2000年5月には、 明治期に建設されて、現在でも使用されている貴重な公門であるということで重要文化財に指定された。周辺一帯は1987年10月に開設された国営基礎三河公園中流部の一翼を担う仙道平河川公園として整備され、基礎三線の治水工事に関する情報公開の拠点として基礎川文庫が設置された。公園内には、 改修工事前の水門批の展示や、明治の三河分流工事に、功績のあった、ヨハニスで、霊家像がある。木曽川文庫は、仙道平公文管理所の2階にある文庫である。木曽川治水100周年事業の一環として1987年10月8日に、開設された。施設の床面積は、約170平方メートルで、書籍や資料を所蔵する、書夏コーナーのほか。 閲覧コーナーや資料の展示コーナーを備える。所蔵点数は約4500点で明治改修までの資料を中心としている。ありがとうございます。